皆さん、こんにちは。日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。本日、2023年9月5日、20時27分なんですが、この方は、もしかしたら、もともとこういう職業の人が、違うスポーツに乗り込んで試合してるんじゃないかなっていうところを、まあ、ちょっと気がついたんで、もしかしたらですよ。これがあるからね、こういうような発想にやっぱりたどり着くんで、だから皆さんね、絶対みんな実名でテレビ出てほしいんですよ。顔なんか一晩寝たら治るから、顔が変わったりの方ですよ。ケガとかはちょっと違いますからね、状況によって。楽天の浅村選手って、もしかしたら格闘技界の小比類巻選手だなのかなっていうところがあるんですよ。小比類巻選手はね、181センチなんですよね。で、体格と顔がまあちょっと似てるとか、もしかしたらですよ。昨日ね、本日9月5日ですけども、2023年の9月4日の報道ステーションに出ていたバスケットボール日本代表の選手、井上尚弥にそっくりじゃないですか、ボクシングの。井上尚弥選手。だから顔貸したりとかも実際あるから、そういう方法もあるんですよ、神がかり的な力でね。なあ、そのボクシング業界、いや、本当のところはこれくらいの売り上げしかないんですけど、とか、まあ、一試合行うごとにこれくらい経費がかかってるんです、とかで、で、それでも兼業みたいな形にしてるとか、ちょっとね、もうみんなちょっと本当の話出しましょう。もうバスケットボール業界が急にね、日本全国で、まあ、神戸市も一つ作ろうとしていて、で、バスケットボール用の体育館、もう一つのところで、もう絶対何十億円かかる。で、東京都のね、土地代の高いところの、5000人規模の体育館で、土地代建物代込みで210億円かかるんです。かかってるんですよ。今までもう出来上がったもので。で、もともと中央大倉山図書館っていうところがあるんですけども、すぐ近くに、神戸市中央区に体育館あるんですよ。世界卓球とか開いたところ。立派なところ。で、老朽化なんかしない、あんまり。一回補修工事してますから、阪神・淡路大震災の後。基本的に、体育館って、まあ、上、空洞でしょ。阪神・淡路大震災の、倒壊してる建物とか見てもらったらわかると思うんですけど、上が多いんですよ、ビルとかで。だから下のフロアとかに上からの荷重はものすごい何千トンとかもかかってるとこがかかってるから何百トンか何千トンか。だからやっぱりぐしゃってなるんですよ。揺れた時にね。こう揺れるから建物がこう揺れた時に一番下のところにその重みがすごいから。で、神戸市役所はね、中間のフロアの作りが弱くて、中間のところぐしゃってやられてるんですよ。誰かお亡くなりになったような気がします。僕もその当時被災者だったから、親戚の家まで逃げていたんですけども、ちょっと話それてるんで、ちょっと もっと戻しますね。で、あと、体育館だけで日本全国で今11箇所も建設しようとしていて、体育館ぐらいもともとあるから、何をアホなことして何百億円も税金使おうとしようねんっていうのが、もうこちらの一般人の、ちょっと口調があれでしたけども、いや、こういう言い方しなかったらね、相手に伝わらないですよ。で、建築業界の人もプライド持ってるんだったらね、解体業に回ってもらえませんか。で、解体したら金属が出てくるんですよ。だから海外から金属買わなくていいし、その金属を鉄工所とかに買い取ってもらって、で、河川水門回復式ダム発電とかの金属に回したいんですよね。で、2012年だけで言うと、ちょっとごめんなさいね、まだ話それで。石油の輸入金額は15兆円超えてるんですよ。で、ガスが7兆5000億円ほど、石炭が3兆円ほど、大体ですよ、大体。で、だから、河川水門回復式ダム発電と地下水流トンネル発電とマグマ発電と蒲田発電と、
太陽光パネルを徹底的に屋根を貼り付ける、まあ、蓄電池家の横に置いたりとか、もうそんなことどうでもいいから、もう屋根の上明け渡しなさいっていう法律作って、それを行えばもうほとんど輸入しなくて済むんですよ。あとは電気自動車化で、急にはできないですよ。でも早く今からしないとっていうところなんですよ。で、太陽光パネルの生産工場自体各都道府県に必要だし、本当に。で、リサイクル工場もね、できますから、もうリサイクルしてるところの映像、もう僕 の, あのホームページからアクセスできるようにしてますから。で、プラスマイナスで30兆円、貿易輸出量。変わってきますから、最終段階まで行くとね。だからそれを今から10年以上かけてでも絶対そこまで持っていかなきゃならない。エネルギーには限りがありますから、資源には。もういち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 余計な余分な体育館作ってどこの誰やっていうようなね、議員が許したのかどこの誰がっていうところがあるんですけども、本当は機械が動いてる。で、もう三振等以内の請求かけたろかっていうようなもう勢いで、まあ最後は裁判官の判決によるんですけどね。で、世界中でこれスポーツ業界のこの暴走止めなかったきりないんですよ。ギリシャがデフォルトしたでしょ、オリンピックの後。中国だって北京オリンピックの後えらい目にあったっていうこと、日本でもたくさん放送したんですよ。スタジアムにこれだけのお金を費やされたっていうことで、その後あんまり使う用途がないっていうことでね、対岸の火事を自分たちに置き換えて考えてなかったからですよ、東京オリンピック。だから何でも建て替えたりとか、特にカノーもしかも電気消費しながら波作ってもうパッパラマンみたいなことするのやめてっていうことになるんですよ。どこでカノーで仕事してる人いるんですって。なんかそれ、例えば本州から四国とか九州とかに物流という意味でね、カノーで物運んだりしましたって。役立たへん、全然。意味ない。オリンピックのほとんどの種目意味ない。本当に。みんな困らせてるだけ。ちゃんと体鍛えたんだから力仕事の方に回ってくださいねの話になるんですよ。本当に。もともと採算性がないから、オリンピックに関して。みんなの税金9600億円以上を東京オリンピックで使われてしまったんです。サッカースタジアム関係だけで、超行くかな、どうかな、みんなが球団が保有して固定資産税払ってくれてたら、超行きますね。埼玉県の浦和レッズだけで、土地代建物代で700億円超えですよ、サッカースタジアム。大阪なんかセレッソ大阪とガンバ大阪で2つあるんでしょう。一つにまとめなきゃダメよって言ってるのに、もともと、もう横浜 F ・マリノスで、だけで神奈川県1チームだったらまだ良かったのに、他はちょこちょこちょこ神奈川県でチーム出てきたでしょ。もう横浜 F ・マリノスの人たちが説明しないと、昔も1998年、淡井さんに言われましたって。あの人大臣とかとも話つけて、もうそういう話になってますって、淡井さんが言ってるって。日本代表戦とかの勝ち負け取り行ってる淡井さんがって。ちょっとごめんなさいね、まだ話それて。まあ、ちょっとね、似てる芸能人の人、だからみんな勘違いしてる。借金まみれになって、それで他のスポーツ業界仕事を求めてきてるのかもしれないですね。まあ、楽天の浅村選手はね、僕が、まあ、未来から語りかけてる言葉でも、敬語ではいって言ってるんですよね。まあ、それでホームランを取ったりします。まあ、サヨナラゲーム、1イニングで4点。だからね、今年最初の方、楽天が最下位とか5位とか、あの辺りだったでしょ？寒いから、お客さんだって持ちこたえられないから、まあ後から一気に追い上げたえっていう考え方なんですけどね。本当は南の方から巡業。で、複数本拠地制と。その方がお客さん来てもらいます。もうせっかく作ったスタジオもうまく効率よく作ったらいいんですよ。お客さんがたくさん入るから、何万人も入るから早く老朽化するんですよ。
分かってくださいよ、コンクリートだって耐久性あるんですから。ちょっとここで言ってもあれなんですけども、見てるね、私だから井上尚弥だと思うんですけどね、昨日のバスケット。皆さんどう思います？バスケットボール、声も似てるから顔も似てるでしょ。だから TVer っていうものをアプリでダウンロードしてもらったら、報道ステーションが以前放送した内容を見れるから、昨日どう見ても井上尚弥、もう実際の話聞きたいんですよ。ボクシング本当のところどの程度稼げてるっていうところ。一応僕もね、2011年以降でまた世界チャンピオン、ボクシングの世界チャンピオンを増やしたりとか、フック師匠の話とか王の話とかね、で、まあ誰からも1円ももらってないというこの状況で、検証って名乗ってるボクサーいるじゃないですか。もしかしたら、僕は永田工業高等学校の時に宮野原っていうものが同級生でいたんですよ。で、僕はね、右足開放骨折した時に、まあ時々車乗せてくれて、まあどっか連れて行ったりとかしてくれた、まあ、良い男なんですけど、まあその当時ね、髪の毛染めてたのがちょっとあれなんですけども、もう今検証で髪の毛染めてないでしょ、ちゃんと構成してるからっていうことなんですけども、か、その宮野原の子供本人って僕には見えるんですよ、顔そっくりだから。で、一応ラルク・アンシェルのドラムは僕が同じ小学校だった東山小学校の小倉っていうものだったんですね。で、いざかラルク・アンシェルが、まあ、これも僕から言い出したんですけども、YOSHIKI さんとか、ハイドさんとか、ルナシーとかも、あんまり僕もメンバー間違えたら、同じ楽器の演奏者がこう集まってきても、あれだから、なんか、みやびっていう子は一人で頑張ってるけど、多分こんなに出てこられたらもうどうしようもないから、もう大御所がちょっと集まって彼にちょっとなんとかしてあげてもらえませんっていうところで、まあ髪の毛は染めてほしくないんですけども、全員その、まあ僕から見たら先輩ですけども、吉木さんとか、ルナシーの杉蔵さん、ガンダムとも関わってたはずですから、まあ、そこなら富野さんと僕も話つながってるから、大体つながる、あ、池江介だと、ワンピースから何から何まで、初めの一歩とか、ちょっと色々ありましたけど、ベルセルクとか、もう大体の漫画とか、違う意味で不良漫画とかもつながってるから、まあ、そこはある程度、笑い話混ぜといて、います。で、もうできるだけもう変な不良漫画作らない、社会が荒れる、本当に絶対ダメ。あとね、似ている人誰かいたんですけどね、警察、もう阪神タイガースのピッチャーは警察官の伊藤さんだと思うんですよ。今警察官じゃないのか、警察官のまま阪神タイガースの選手として試合してるのか。だから皆さん、ファンの皆さんね、あんまり誤解しないでくださいよ。阪神タイガースも甲子園何回か阪神淡路大震災の後、補修とかしたりしてるから、東京ドームがね、848億円か868億円なんですよ。だから、まあ、それでね、ちゃんと借金返済してないんだったら、それももう僕からしたらしたことじゃないんですよ。ハワイとか、それ会社の金行ったんでしょ？それとも選手にお金渡して、自分でハワイとか行った？冬場に体鍛えるのにって。その辺で鍛えるよ。体鍛えたいんだったら、州は株式会社で、東洋館運びになる話になるから、関東の方も東洋の巡回業者あったから。あんまり無茶なことも僕も言いませんけども、まあ今のは例えでね、自分の家で自宅とかでもトレーニングできるんだから、ある程度体鍛えるぐらいだったら。で、みんな集まらなかったら実践練習できないから、まあシートノックとかもそうですよ。バント練習とかも、バッティング練習も、人数集まらなかったらできないから、その、一般人の方たちがね、
よくわからない、あの年俸というわけわかんない金額でも一般の人たちの金銭感覚をズタズタにっていうね、それ本当にやめてもらわないと、僕法律知ってるんですから、政府日刊紙は政府からの情報、ちょっとね、これ政府の人たちも困るでしょ。俺らも知らんよっていうことになるから、政府の人たちも誰が一番最初に言い始めたん、こんな嘘の年俸って、本当に球団が与えてしまった方って、本当に、読売ジャイアンツなんか何年も、ね、年間の売上200億円超えの年がいっぱいあったから、もちろん固定資産税と、まあ、東京ドームだったら3億円ぐらい最初してます、固定資産税絶対で、法人税 23% ぐらい、大体、ある程度ちょっと大体の話入れさせてもらったら、コンマいくつかの話なんか、ちょっと僕も一時覚えてられないから、もう各自で法人税率を検索したらわかるから、みんなそれぐらいは頑張ってほしい。一時停止とか押したりとかして、メモ、もう何でもいい。もうその辺で、こういう紙の裏とか、もう家の中、いろいろ掃除とかしたら、いっぱい鉛筆とか出てくるから、シャーペンとか、いらん、ああ、もういっぱい頭あって、ああ、ノート買ったりするのをケチってただけやわ、一時停止で、僕もメモするわ、私もメモするわって、し始めたらみんなすぐ賢くなるから、いろんなこと覚えて、メモ、何でもメモ。で、阪神タイガースも、まあ、あの辺は土地代はそこそこするんですよ、やっぱり人口密集地帯ですから。で、ね、補修工事費もプラスするとやっぱり東京ドームと同じぐらい値段かかったんじゃないですか。まあ近いぐらいにはなってると思いますよ。補修代込みでね、浦和レッズの700億円超えのスタジアムあるじゃないですか。それより安いわけないでしょう。もうこちらも今年全力で日本一、まあこれはもう天皇家の人たちとかとも話つけてるんですよ。その当時の総理とかも含めてね。まあ、総理とかも、天皇家の人たちに、話振ったりとかしてね、まあ、途中でバレたとか言ったりするんですけども、もう優勝順繰り順繰りじゃなかったら、地方交付税法とかあるから、だから今年交流戦、横浜ベイスターズ優勝させてあげた方ですよ。阪神タイガースはちょっと一歩引いてたでしょ。思い出しました。横浜ベイスターズのファンの援護もあったし、もともと1998年ぐらいの頃、阪神淡路大震災、僕からの援護で横浜ベイスターズがマシンガン打線とかで優勝しますから、打線はつなぎ、ホームランは、東京ドームは風とか余計な抵抗ないから、阪神タイガースの選手がこうポール際のところでフライ打ち上げたと思って、もう悔しそうにバット地面叩きつけよう、もう数年前の話ですよ、もう10年ぐらい前かもしれない、もうバットを叩きつけようとして、もう悔しそうにファーストしゃーなしにもうちょこちょこ走っていったんですけども、フライがまさかのホームラン。だから風の抵抗ないからホームラン出やすいんです、東京ドームはね。広い球場、高いフェンス、風がある、つなぎの野球、打線、フォアボールしっかり選んで、ボールゾーンをしっかり見送って、バット振らないでバット止めて、その方がピッチャーの方が大変になるから、阪神タイガース今年きちっとできてるでしょ。試合中僕は頭の中貸してたりしてたんです。もう世界戦とかで、それでワールドベースボールクラシックとか勝ってるから、いろんなこと、一つの要素じゃ無理だから、もういろんなこと詰め込んで。野球だけは大分知ってますよ。フォアボールの数、阪神タイガースすごく多いでしょ。だからノーアウト1、2になったらもうそこね、次ワンヒット打たれたら 1、2番なんか足速いから、ホームまでセカンドの人変えてくるでしょ。ファーストのランナーサードまで行く可能性高いでしょ。どうせある程度の打球だったら外野手もバックホームしちゃうでしょ。バックホームしたら絶対サードいけるから、ファーストランナーそこをバントで送ってもワンアウト2、3塁でしょ。
2人のうちどちらかヒット打ったらいいで、ピッチャー心理だいたいファーストベースが空いてるからボール球を振ってくれたらいいわっていう考え方で投げてるから、またフォアボール、ワンアウト満塁、もうこれで連打出たらもう大変、1イニングでビッグイニング。なあ、野球の鉄則っていうものがあって、セオリーっていうものが絶対あるから、だから僕も大谷翔平にあのバントだけはいつもできるようにって、あのワールドベースボールクラシックに関してもそれはどこのチームの4番であろうとも、自分誰であろうともバントできるようにはしといてねって、国際戦だからっていうのは、あの40本以上をワンシーズンにホームラン打ったらすごい方なんですけども、仮に120試合で40本打ったとしましょう。だけども4試合で1本なんですよ。でこれ打席数に直したら確率低すぎるんです。だからそんなもんあんまり当てにできない、ある程度しか、ある程度だ、投手陣とか野手陣、守備上手い人たちで固めて、ピッチャーとかもしっかりして、まあまあ日本代表だからいろんなチームの、 あの防御率の高い人間とか集まってくるから、それでいいんです、いいんです。まあ右ピッチャー、左ピッチャー、いろいろ、混ぜてね。で、まあ、もちろんホームラン出たら、ありがたいんですけども、やっぱりトーナメント戦だから確実に勝っていくには、やっぱり1点差で勝ったりだとか、2点差でとか、そういう僅差で勝つしかない試合がやっぱり出てくる。で、正直ね、昔から野球で、あの、各球団のエースピッチャーとかが集まってくるでしょ？中継ぎとかを抑えても、各球団の、一線級のピッチャーばっかりが集まってくるでしょ？日本代表で。まず先発言うと、各球団とかのエースクラスの人間がベストピッチングをしてきたときね、世界中どこの打線もやっぱりなかなか打てないんですよ。もうコントロールは狙ったところにストライクは入るし、ボールゾーンとストライクゾーン半個分に、出し入れしてくると、これカウントが迫ったときね、ツーストライク、例えばワンボールとかで、次ストライク取りに来るのか、ボールゾーンに投げ込んでくるのか、ストライクゾーンとボールゾーン、ボール半個分で出し入れしてきたりしたら、もうバッターは大変。どうします？振りに行きます？それともバット止めますかの難しい選択。だからそういう部分があるから、日本代表の選手ってみんなバントできるんですよ。ちゃんと練習してきてますから。元4番でも、そのチームも。そこが日本代表の勝負に徹してる部分なんですよ。だから状況をいかにイージーにするか、いくらなんでもね、普通に上がったね、大して追っていかなくてもいい、明らかに見えてるフライ、落球する人なんかいないでしょ。だから高校生とかでも、やっぱり甲子園とかでの動き見ていたら、ほとんどの選手はね、もうプロ並みだなって思えるようなすごい守備とか結構してますよ、皆さん。まあまあまあ、中にはね、際どいプレーとかでランナーが足速くてもう強引に投げる、まあ、無理な体勢から投げるしかないっていうところで悪送球とかやっぱりありますけども、まあああいうのはやっぱり難しいのは、もともと難しいんですよ。だからそこはもう勝負に行かざるを得ない、その場面点数差とかイニングとかいろいろあるんですけども、まあね、ごめんなさいね、似てる人の話からだいぶ違う話してしまって、まあそういうのはまたサッカーでもそういう話し始めたらね、また話長くなるんですけども、本当はね、卓球、ゴルフ、テニスとかいろいろ思い出したら、もうボクシングとかもそうなんですけども、もういろんなことをずーっと言うんですけども、その辺、まあ、マサトさんとかと話し合うとかそういう話になってくるんですけども、まあ本当に賞金4500万円もらったらしくて、まあ、僕への寄付金本当にみんなに、マサトさんの年上のはずだから、淡井くんの YouTube ちょっとみんな見たてでもいいし、本当にいいこと言ってるからって、でスポーツの勝ち負けとか分かるって、頭なんか貸したりとか、まあ
いろいろボクシングのことで言ってるんですけども、その実際僕は現実にした一応正当防衛、今までどういうことがあったか知ってくれたらもう正当防衛で通るはずだから、もう骨の間に指入れてくるやつがもうだいぶ週は株式会社変なやついっぱい来ていて、もう明らかにこいつら暴力団だな、もう僕の家族を脱がすだのなんだの言い始めてゲラゲラ笑いんだから、もう完全にもうまあその話はもう他の YouTube で言ってます、もう言わないようにしておきます。一応裁判所にはちゃんと今高等裁判所はもう来てないいいですと、でまあ今出してる件で物事進めましょうということで、一旦今の件でもう何がないやら、もう件数多すぎるから、でちょっとね、まあライジンのドリームなんとかっていうところも沖縄に本社移転してたでしょ、ちょっと状況聞きます、事業的にその経費がどれぐらいかかってるとか、それも勇気持ってもう僕とか言うしかないから、で状況、世界中どこも少子化だから、先進諸国どこも経済的に厳しいから、事業どれぐらいの規模で継続するのが本当にしっかりと純利益出せるのか、設備どれぐらい作ってしまったのかとか、もう新しいリンクとかもういらないから、もうあるもの使ったらいいから、もうボクシング界も同じ、井上尚弥とその日本代表のバスケットボール選手、昨日報道ステーション出ていった9月4日の人が似てるのはまず間違いない。浅村選手がコーヒーの言い巻きなのか、雅人さんの YouTube の動画に浅村選手が行ったでしょう。コーヒーの今木さんも顔変わってる時は変わってるから、もう本当は分かんない、もう芸能人同士で顔入れ変わってる時結構あるから、もう写真普通に流れてる写真とかで、だからまあだいぶ芸能界のことばっかり見てる時の僕だったら、あ、誰それさんが入ってるっていう一時のワードあったでしょ、だからそれ顔借りたりしてる状態で入ってるから、霊魂とかだからね、ちょっとね、みんなちょっと全員自分の元々の顔に戻ろうっていう話になるんですけども、まあよく分かってる警察官は犯人が顔変わってる時、こっちで顔直すわって言って、ああこいつやこいつで間違いないわって言って、まあ捕まえたりしてる警察官もいます。でまあ、淡井圭介が悪者みたいな扱いで通報してくる人間を捕まえたいんですよ。そいつらの名簿を押さえといて。もう大体そうですよ。本当に。東日本大震災の時、僕、寄付金で生活保護なのに1万円投入したのに、みんなせめてお金ある時くらい僕にちょっとずつ出してくれたら、僕一人ぐらいなんとか助かるからとか、頭かしたりとか、もう痛い思いしてた時が、痛い思いしてたから今もちょっとこの辺が痛くなった本当。まあ、この間近本選手のデッドボール、僕時間差で数時間後こうこの辺ちょっとだけ一瞬痛くなった、右脇腹で、これね、それね、もう特に格闘技界、各自自分のダメージは自分にしとくって、それもちろん相手選手もこれはっきりしておかなかったらサッカー界でも分かりましたから、交錯した選手がぶつかって膝がね相手選手の溝落ちに入っていて、もうのたうち回ってたんですけど、だからあれ強烈なボディーブローを溝落ちに入れられた時みたいな状況で、それをね、神がかり的な力、損傷が僕演技してるんかなと思って笑っちゃって、それを TBS の、 夕方のスポーツ番組で、スポーツ の、 コーナーで放送してる時に笑っちゃって、この人たちの痛みが分かんないんだったら同じ目にあんたもみたいなことを言ってる女がいて、別の男性が、ああその人はって言って精神入ってるんですけども、そこから1ヶ月後だったかな、数週間後、買い物から行って帰ってきたら自宅の入り口の下に有野中学校らしきジャージを中途販売に着てる、本当は中学生じゃないと思う、で声は出せんようにしといたるわとか言って、なんか言って偉そうなこと言ってどっか行ったんですよ、3人組。
何でさって思って、でもう以前から絡んでくる小中学生校も含めてもうたくさんいたから、もうそのまま僕階段登って自宅に帰ろうとしたら、もう中2階でお腹と足が両方痛くなって、ものすごい、だからそのサッカー選手のダメージの再現、もしかしたらどこかで同じようなことが起きて、サッカーの試合中にね、いずれの問題だから、ああいうふうなことしてたら本当は、だからそれ痛みを僕の方に移してきてる可能性が非常に高くて、正直僕殴られてもないのにもうその場でうずくましたから、ってなってもう声も出せないぐらいで、で右足も痛くなったから、その両方の選手のダメージ両方とも僕のところに来ていて、他にも格闘技の試合とかボクシングの世界チャンピオンを増やしてる時とか、K-1 ライジンとかのその総合格闘技を含めて日本人選手勝ちに行ってる時とか、もう僕ははっきりとその人のダメージはその人の選手がしっかりと持っておかないとっていうことを言ってなかった時、ニュースの普通の報道の時とかでもあっちこっち痛くて、もうヴィッセル神戸を一回3位に持っていったのが5年ぐらい前かな、初めて3位に持っていった時、イニエスタ選手が来る前かな、来た時かな、それぐらいの頃、まあイニエスタ選手が来た時だったと思うんですけどね、100発100中で試合がある日、右足のもう肉離れ、100発100中試合、もうめちゃめちゃ怖いですよ、神がかり的な力、もう家の中で喉が打ち回ってるから、何が大小でスポーツの代価に支払われてるかっていうところ、だからスポーツ業界がみんなの税金使って金稼ぎしていたっていうことが公になって、淡井圭介はスポーツの勝ち負けで勝たせようとしてたでしょ、だからそれに対しての恨みなのか何なのかもう分からないから、コンピューター通して時間軸超えて云々の話もあるから、ちょっとねだいぶ違う話になってしまいましたけども、まあまたこの選手がこの人なんじゃないのかっていうのを見かけたら、まあまた言います。皆さん偽名なしで本名だけで、生活してください。嫁入り、婿入りでも名前か変わる人は変わるから、男性が婿入りしたり、女性が嫁入りしても女性で本当は名前変わるから、もうそれだけで大変なのに、もう、ほらね、昔は野球ぐらいしか活躍してなかったでしょ。で、もうサッカー界もある程度活躍してるから、もう、ね、音楽業界から、総理から、各大臣から、有名人だらけ、こんなにたくさん、もうみんな覚えれないですから、最初から。もうだからもう会社の CM や、社長や会長とか、次、社長になる人たちが出ないとって、もう、その辺のもう芸能人連れてきて、もう、それちゃんとしなかったら、もう、これ本当の話言いますよ。いろんな大手企業の社長さんの集まりで、代替わりとかあるから、どこそこの社長さんでよろしかったでしょうかってありますから、これ本当に。これ本当です。ありますよ。だってあんなに何百人も集まってるんですもん。ない方が不思議ですって。自分で覚えれます?何百人も。代替わりするんですよ、社長さん。せめてテレビの CM ぐらい社長さんが出ないとみんな覚えれないんですから。以上です。まさかそこでね、入れ替わりの術はなしですよ。はい。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。もういろんな役員さんの間でも僕の話結構面白いことも言ったりしてるし、ちょっと彼の話聞いてみようかでもいいでしょうし、ちょっとチャンネル登録とかちょっといろいろ聞いてください。僕の YouTube で実際お金がいくら入ってくるのかとか、僕の方でパートナーシップとかが始まったら多分ライブ中継できるはずなんですよ。でその時に僕は新再生可能エネルギーのこととかね、石油の残存量問題とか、安倍政権の時に言って、急に計算始まって、いきなり2020年に石油の採掘可能埋蔵量は 53.5 年分にいきなり変わった。前、2019年は69年分って言ってたんですよ。
これが社会の現実だから、ちょっとみんなで集まって、もう実名じゃなくても、もう実名でいいやって言ってくれる人の方が本当ありがたいんですけども、僕は質疑応答で受け答えしますから、みんなでそれしましょう。それで社会の現実ちょっと みんなに見てもらって、覚えてもらわなかったら、本当に状況を理解できない人多すぎますから。25年経過して河川水門開閉式玉発電も、地下水流トンネル発電も、蒲田発電も、湾岸発電も、何にもできてなかったんですから。だから東日本大震災があって、でやっとバイデンっていうシステムが出来上がったんですよ。民間の人から電力会社に電気を売るっていうのが。だからもともと僕の案っていうものは、法律的に電力会社が買い取るようなシステムがなかったから、だから進んでなかった部分もありますし、もう25年前の話は今の政治家の人とか大企業の社長さんとかの責任じゃないから、みんなもうその辺ちょっとフォローしてくれなかった。もうどうしようもないから、公務員の人たち、警察官も同じ同じ、検察庁も同じ同じ、もう医療業界、本当にもう根性曲がった奴ら多すぎるっていうね、本当の話いっぱいしますから、怖くてできないでしょ、みんな。なかなか組織に入ったら入ったで、会社の上司とかに、お前そんな勝手なこと言うなよとか言う人出てくるでしょ、根性なしが。僕の方で名前を受け付けますから、どこの会社の誰総裁さんですかって、あなた偽名でもいいですからって、一応その情報だけはストックしておきます、あとはこちらで調べてもらいます、日本中のオンブツマンさんたちへとか言って、そういうことしますから。まあ、けどそれぐらいしなかったらね、どうせ1年も経過したものすごい人の数の名前になって、どうせみんななかなか覚えないから、ある程度のところでこれしちゃダメ、あれしちゃダメ、こうしなきゃなんない、これを分かってもらったらいいんですってね。そこはみんなで勇気を持って取り組みましょう。以上です。皆さんチャンネル登録と動画の再生、みんな見てお願いします。勉強してください。よろしくお願いいたします。